辛っ。おはよう。おはよう。これからピアノに行きましょう。おお。じゃあ準備していこう。うん。僕、ピアノ行こう。はい。わかりました。じゃあ行きましょう。シャドウはブッブ。気をつけて。気をつけてね。はい、今日なんですけれども、こちらですね、レオチャンネルのレオくんママさん、みーちゃんからですね、いただきました。レオチャンネルそうそうそう、レオくん、うん、みー、レオくん、みーちゃん、パパさん、父ちゃん、はい、もうね、これ使っちゃってるんですけれども、これ業務スーパーで売ってる唐揚げ粉らしくてですね、前に遊びに行かせていただいた時にですね、唐揚げを食べさせてもらいました。そしてめっちゃ美味しかったんで、探したらなかったっていうことを伝えたら、なんとくれました。イエーイ、うん。で、今日はこれ唐揚げだけじゃなくって、いろんなものをですね、揚げて食べてみようか。うん、ね、くん、いろんなもの揚げて食べてみよう。かりんちゃん、もっくん、揚げ物だよそうです、今日からいっぱい食べる。うん、はい、でこちらすごくね、美味しいのでめっちゃおすすめです。はい、はい、こちら揚げてく野菜です。ブロッコリーとじゃがいもとピーマンとレンコンです。いただきます。やっぱ肉からいった。ブロッコリーだよ、それ。美味しい？微妙？それ、ポテト。ちょっとね、ごめん。火入れすぎちゃった。あ、でも美味しいね。美味しい。美味しい？冷たい。ごめん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 。そうね。時間経っちゃったからね。うん、ブロッコリーどう？もくん、これ食べやすい？ママ、うん、あったいふきちゃうね。はい、おいしい。肉は、うん、お肉は美味しいよね。野菜はどうですか？まだ食べてない。あ、食べてないかにね。もくん、ガツグイやん。肘、うん、二人とも苦手なピーマンはどうかな？言ったらダメだね。いや、うん、一口は食べてみてほしいかな、ピーマン。お腹空いてた？うん。よし、じゃあいただきます。いただきます。すごいね、に肉から食べてる、うん、さすがだね。おい、えらい、もっくんいける。お、いいね。ダメだ、美味しくない？美味しい美味しくなさそうや、もっくん。カリカリ、ダメ？ダメならダメって言ってくれればいいよ。あげちゃったりとかいけないんだよ。ダメ？うん、分かった。しかももっくん飲んだよ、もっくんって。うん、
らうね。ここに置いちゃう。うん、いいよ。はい、ありがとう。ブロッコリーうま。うん、ブロッコリーおいしい。うん、すごい食べやすいね。うん、ピーマンもね、おいしい。ブロッコリーおいしい。うん、ブロッコリー苦手だけど、食べた。うん、いや、今日これはおいしいよ。うん、ピーマンはちょっと厳しかったみたい。もっくんのさっきのピーマン。あー、わかるね、わかるぞ。今日まあ、うん、生とか野菜で食べるより全然食べやすい。おいしいね。今1個ぐらいでおしまい。1個ぐらいでおしまい。うん、ブロッコリーめっちゃうまい。何回か食べたら多分ね。うん、もっくんゆっくりね、ゆっくり、うん、よく噛んで食べよう。ゆっくり、誰も取らないからさ。うん、うなりながら食べてるよ。肉も爆食いみたいな。おいしいか。何？カニちゃんの唐揚げと、僕の唐揚げ取ったらカニちゃん逮捕されちゃう。いや、どうなの？ちなみにパパとママの唐揚げあげないからね。どんなに早く食べてごちそうさましてもパパとママの唐揚げはあげません。言っときます。大丈夫、お菓子があるから。お菓子があるってどういうこと？いや、ブロッコリーすごい美味しい。これは結構俺食べれる。2人のね、うん、食べる？おいっ子食べちゃうよ、うん、これはおいすごい。食べるかに、ブロッコリー。これ何、ポテト？うん、もちろんみんなあったの。うん、もうみんな、もう最初にない。みんな食べてる。マリンのないのポテト、ほら、うん、全部食べちゃってる。うん、今日はね、早寝しよう。いいよ、下プール行くじゃん。いいよ、うん、楽しみ、うん、最高の日。もっくん、そんなお腹空いてた？すごい食べっぷり。もっくん、食べた？お菓子持ってきたの？何を食べるの？それカラムーチョ食べてる。カラムーチョはやっぱり食べよ。何をえって言ってるよ。うわ、こりゃ辛いもっくん。